ロブソン軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13万4168人であり、2000年の12万3339人から8.8%増加した。アメリカ国内には人種構成で第一位の人種が過半数を超えない軍が10%ほどあるが、ロブソン軍もその一つである。 インディアン、アフリカ系アメリカ人、ラテン系アメリカ人を合わせた構成比は68%以上に達する。インディアンの構成比が38%になっている。ロブソン軍は1787年にブレーデン軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争の英雄であるター・ヒール出身のトマス・ロブソンにちなんで名付けられた。1781年。 ロブソンと70名の愛国者がエリザベスタウンの戦いで400名のロイヤリスト部隊を破った。軍庁所在地はランバートン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ノースカロライナ大学ペンブローク校は昔からインディアンのためのカレッジであり、ロブソン軍内にある。ランバーガはオーラム近くプリンセスアンで乗ったボートから撮影ロブソン軍で行われた。 考古学発掘調査により最終氷河期が終わった後から様々な文化を持ったインディアンがこの地域に広がり継続して占有していたことが裏付けられた。彼らはランバーは近くに宿営地や定住地を持ち飲料水、交通手段、釣りなど野生生物の狩猟場所としていた。インディアンはカロライナピードモント大地から 現在のロブソン群領域にもたらされた材料を使って石器を作っていたことが地元の発掘で明らかになっている。ある場所では大量の古代土器が見つかり、古代ウッドランド器のものとされてきた。地元の集落は、立地域と結んだ広範な交易網に属していたこともわかっている。ランバー川流域の一部は文化交流地帯だった。湿地、水流、および掘り抜き井戸が、 インディアンの卓越した水供給源となった。魚は豊富であり、地域に繁茂する食生には多くの食用種が含まれていた。カロライナベーズが地域に散在していた。1万年前の多くの黒帯子石器がその包みで見つかっており、インディアンがこのくぼみを宿泳地として使っていたことを示している。ヨーロッパ人植民者が接触した後、香りない土生。 タバコパイプなどヨーロッパの製品がスペイン人、フランス人、イギリス人と海岸地域のインディアンとの間で交易された。海岸部の人々は内陸の人々と交易を行った。ヨーロッパ製品の遺物はランバー川沿いにヨーロッパ人の高級的開拓地ができる以前のものとされている。ヨーロッパ人が接触した後の時代にロブソン軍となった地域に関する初期の資料は少ない。 1725年、美濃工場の測量士が、現在のペンブロークの町の数マイルにし、ランバーガー沿いに湧っか猛族インディアンの集落落落地図に、記載していた。1773年、ノースカロライナ総督、アーサードブスが、ブレーデン軍民兵隊の隊長であるラザフォード大佐からの報告書に関して、50家族の根結の人々が、ドラウニングクリーク沿いに住んでいると記していた。 彼らは、ムラートと呼ばれ、アフリカ系とヨーロッパ系の根血を意味していた。現在のロブソン軍領域はブレーデン軍に入っていた。イングランド系植民地人が川の名前を、ドラウニングクリークとした。1715年から1717 17年に起きた、ヤマシー戦争。1711年から1715年まで続いたタスカローラ戦争の激しい混乱の後、 1718年には、アルゴンキン五族のワッカモ王族が、サウスカロライナ植民地を離れた。彼らは1725年までに、現在のペンブロークの西に集落を作っていた、可能性がある。スミソニアン博物館人類学者のジョニアール・スワントンが、1950年代以前のクロアタン族と呼ばれる、人々の起源を突き止めようとした。クロアタン族は、その後、 ラムビー族と呼ばれている。スワントンは、その人々が、数語を話す、人々の子孫であり、その中でもよく知られているのが、チェロー族とキオウィー族だと断定した。彼らは、スワントンの研究範囲にはなかった。また近年の発見で、スワントンの所見のいくつかは覆されている。チェロー族の子孫であることが、ラムビー族の交渉で伝えられ、彼らが、連邦政府に、 部族認定を求める根拠になっている。タスカローラ族はその大半が1722年までにニューヨーク植民地に移住したが、そのような部族の避難民がロブソン郡領域に集まり、19世紀初期の人々と融合したことを示唆している。18世紀半ばからバージニア植民地から多くの移住者がフロンティアに入ってきた。18世紀後半までに、 入植の様式が変わった。地域の川の名前も変えられた。アメリカ独立戦争の後、ノースカロライナ州が抽選で土地区画を分譲し、それによってランバートンの町ができた。この町は1788年に法人化され、重要な木材と海軍用物資産業があったことから、ジョン・ウィリスがランバートンという町名を提案した。この産業は19世紀を通じて、 ロブソン軍の農業以外の経済を支配した。ランバートンはこの世紀を通じて、ドラウニング・クリークと呼ばれる地域にあり、この言葉が川の水源を指す意味で使われている。最初のロブソン軍庁舎は、ランバートンの設立者、ジョン・ウィリスが所有していた、レッドブラフ・プランテーションの一部だった土地に建てられた。ロバートソン軍の郵便局は1794年に設立された。 1809年、衆議会がドラウニングクリークを地域の主要産業にちなんでランバー川と解消した。1790年から1810年の国勢調査では白人と自由有色人の分類が使われ、自由有色人にはアフリカ系とインディアン、さらにはアフリカ系ヨーロッパ人の子孫が含まれた。奴隷の数は少なかった。20世紀後半の研究者は、 これら国勢調査に記録されたノースカロライナの自由有食人の80%がバージニアの植民地時代に解放されたアフリカ系アメリカ人だったとしている。軍の記録、土地の譲渡証書、年季暴行など資料からポール・ハイネグは根結の家族の大半は白人女性とアフリカ人やアフリカ系アメリカ人である男性との植民地時代の結合から生まれた子孫であるとしている。 さらに17世紀半ばにはすでにバージニアで解放されたアフリカ人男性奴隷もいた。自由人である白人女性と共にこの地域に移住してくる前に数世代の自由人家族を築いていた。南部植民地の初期労働者階級の白人とアフリカ人は密接に共同して働いており結婚や同棲を行っていた。フロンティアに移ってきた自由養殖人の多くは 海岸プランテーション地域の人種的拘束から解放された。19世紀、根結と呼ばれた他の開拓者は、インディアン、ポルトガル人、あるいはアラブ人と呼ばれ、北部ヨーロッパ人との外面的な違いをもとに分類していた。アフリカ人奴隷に対する人種差別から逃れるために、インディアンだと自己申告する場合もあった。歴史家のアイラバーリンによれば、 大西洋のクレオールの子孫がおれば、アフリカ系ポルトガル人の根血の場合もあったが、大半は、イギリス系白人女性と、イギリス植民地にいたアフリカ系男性の子孫だった。地域に泊まっていたインディアンと根血する場合もあった。初期土地証書など、歴史的文書にある名称は、当時、ラムビー族と自己申告したものを含め自由有色人家族の多くに一致している。 開拓地としては、プロスペクトや、レッドバンクスがあった。南北戦争の開戦までに、アッパーサウスに残っていたインディアンの多くが、生き残るために苦しみ、その状態は悪化を続けた。1790年の地方及び、連邦政府の国勢調査からは、南部州のインディアンは自由有色人とされ、他にアフリカ系アメリカ人があった。 1831年のナットターナーの奴隷放棄があった後の1835年、ノースカロライナ州は他の南部州と同様にインディアンと同定した人を含め自由有色人の権利を制限した。自由国人が奴隷反乱を助けることを恐れ、衆議会は自由有色人の投票権、陪審員となること、武器を所有し使用すること、読み書きを覚える権利を制限した。 1830年代、連邦政府はインディアン移住を実行し、テロキー族など文明化語部族をミシシッピ川の西にあるインディアン巡州に移住させた。アメリカ合衆国南東部に泊まったインディアンは白人の監督を避けるためにフロンティアや狭い地域に住んだ。ノースカロライナ州は1861年にアメリカ合衆国から脱退した。 1862年に起きた大熱病の大流行により、ケープフェア地域人口の10%が減った。従軍可能年齢にあった白人男性の大半が南軍に従軍するか、地域を出て行った。南軍はアフリカ系アメリカ人奴隷を労働者として徴用し、ウィルミントンに近いフィッシャートリデを守る防御体系を建設させた。そのような徴用は、 ロブソン軍の自由有食人にも影響した。ロブソン軍の自衛隊は、軍判事、牧師、弁護士などで構成され、農園主の利益を代表していた。大規模奴隷所有者は従軍を免除された。その自衛隊が、ヘンリー・ベリー・ローリーの父であるアレン・ローリーの農場を襲撃し、アレンともう一人の息子であるウィリアムを殺した。ヘンリー・ローリーは復讐を誓った。 南北戦争の終盤、ウィリアム・シャーマン将軍の北軍が北に進軍する過程で、ロブソン軍に向かって進み始めた。1865年2月17日に、コロンビア州を北軍が焼いたことを聞くと、ロブソン軍住民は北軍の進行を心配し始めた。ランバートンのメソジスト教会牧シアシントンチャフィンはその日記に、シャーマンやそのヤンキー部隊が、 どのように軍を扱うかを推測していた。チャフィンは、ヘンリー・ベリー・ローリーとその徒党が、この軍に、多くの災いをもたらしていると記した。ローリーの一味は、白人の加算を、壊し、破壊していた。戦争の終盤に、ギャングとボートが私的な構想を行っていた。その後の7年間、ヘンリー・ベリー・ローリーは自由有色人、貧乏白人と黒人の一団を引き、 社会不安にあった時代に多くあった戦後暴動の一つとなった。ローリーは白人特権階級を標的にした。その行動は貧乏だった多くの民衆にとっては伝説の英雄となった。マクストンの店舗20世紀後半までロブソン軍はクークラックスクランとその支持者の活動の中心だった。1958年1月18日に起きたヘイズ池の戦いでは マクストンの街で、グランドウィザードであるジェームズ・ W ・キャット・フィッシュ・コールが率いるクー・クラックス・クランと、その支持者、推計50名を武装したラムビー族インディアンが追撃した。2010年、ロブソン郡動物保護施設が、動物愛護活動の攻撃目標となった。この保護施設は、適切に動物を世話してはおらず、資格ある救援団体に家のない動物を渡さず、 適切な安楽死も行っていないと急断した。この問題を解決させるためにメディアが注目した。保護施設は解散され、安楽死もまもなく中止された。ロブソン軍は地域のランバーガー自治体委員会のメンバーである。ロブソン軍はサウスカロライナ州との宗教にあり、ノースカロライナ州ではブレーデン軍、コロンバス軍、カンバーランド軍、ホーク軍、スコットランド軍と接している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は951平方マイルであり、このうち陸地949平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.23%である。総面積は州内最大である。地形は外して平坦なところから、うねりのある海岸平原であり、差出給料や海岸砂丘で構成されている。 標高は最南東部の60フィートから北部のパークトンの西の250フィートまで変化している。さらに外して北西から南東に流れる多くの湿地があり、ランバー川に流れ込んでいる。最も湿地の多い地域はノースカロライナ州政府が認定するラムビー族インディアンが多く住んでいる。レックスの鉄道接続点と 雑貨やイカは2000年の国勢調査による人口統計データである。ペインブローク、ロブソン群製材産業の中心のオスカロライナ州のラムビー族インディアンが州内、インディアン人口10万1000人の半分以上を占めている。その人口は5万8443人であり、1980年の4万3465人からは34.5%増加した。 ランビー族は主にロブソン軍、ホーク軍、カンバーランド軍、スコットランド軍に住んでいる。ロブソン軍のインディアン人口は2000年時点で46,869人だった。その大半はランビー族と申告しており、人口構成比38.02%は軍内の人種構成の中で最高となっている。ラムビー族は ミシシッピガワイ島では最大のインディアン部族であり、国内でも第9位である。国内に居留地を持たない部族としても最大である。ラムビー族が過半数を占める街が軍内にある。セントポールズ以下は2000年の国勢調査による世帯統計データである。ロブソン軍の自治体と軍区パークトン中心街の放棄された雑貨店。ありがとうございます。